高和田、剛が1.65億円で公開、松坂世代41歳で1,500万円増も、申し訳なさいっぱい、今季は17試合に投げて7勝4敗も、オリックス戦で1つでも勝っていれば、ソフトバンクの和田、剛投手が25日、本拠地 PayPay ペイペイドーム内の球団事務所で契約公開交渉を行い、今季から1,500万円アップの年俸1億6,500万円、金額は推定。 で契約を公開した2020年をフに2年契約を結び今期がその2年目だった来期は単年契約となる2002年の自由獲得枠で総大から入団した和田は今期がプロに1 0年目41歳になった今期は5回前後での交番が多かったものの17試合に先発して7勝4敗防御率2.78をマークしたオリックス戦で1つでも勝っていれば優勝できていた反省申し訳なさでいっぱい 今年の課題を来年結びつけて、監督を胴上げできれば、と語った。今季は41歳にして自己最速を更新する149キロをマークし、こればっかりは出そうと思って出したわけではないので、自分でも驚きでしたし、オフからやってきたことは間違いではなかった。と、40歳を超えても成長できる手応えも感じた。出力をテーマにしている、柔軟性だったりを失わないようにやっていければ。 150が見えてくるかもしれない。とも語り、42歳での150キロ声も見据えていた。